こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスを真っ赤に塗ってクリスマスの絵を描いていこうと思います。はい、なんとかこれを真っ赤に塗りました。毎年イルミネーションが綺麗なところへ行ったんですけど、木には何にも電気ついてなくて、なので今日は室内でイルミネーションをつけて絵を描いていこうと思います。なんですけど、もう今日遅いんで明日の朝まで乾かして明日描こうと思います。はい、ではこの赤いキャンバスも乾きましたので、ここに追加していこうと思います。はい、とりあえず黒、グリーン、白の3色を入れてみました。私はいつも描きながら考えるので、最初から最後までどんな絵がどんな風になるっていうのがわからないんですけど、昨日赤1色に塗った後にちょっとなんかイメージで階段があってでっかい猫がいてみたいな、ちょっとイメージしてたんですけど、ここからどうなるかがちょっとわかりません。これもう少し足していきたいのと、仕上げですね、していきたいと思うんですけど、ちょっと頭を休憩させてそれからまた描いていこうと思います。すっかり真っ暗になってしまいましたが、絵が完成しました。
この絵は階段の下のプレゼントというタイトルになりました。クリスマスのちょっと前になると私はクリスマスソングを聴いたりクリスマス映画を見たりしたくなるんですけど、こんな時期だからしょうがないんですけど、今街へ行ってもなんかイルミネーションとかがねなかったり、なんか大変な時期ですよね。というわけで今日はクリスマスの絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。メリークリスマス、良いお年をお迎えください。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。